はい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 。今日は安心して見れたよね。マジで。本当に、いい戦い方というか、いい点の取り方やったと思うし、やっぱり戸郷投手のね、安定感というか、まあこの間ね、ノーヒットノーランしたけども、本当になんかその、リラックスしてるんだけど、球をピュッていくみたいなね。すごくバッター打ちにくいんじゃないかなっていうふうに僕思っております。てな感じで始まりました。小山翔平ベースボールチャンネルです。今日も最後まで見れてください。よろしくお願いします。はい、今日はですね、先ほど終わりました、ライオンズ対、ジャイアンツの試合解説、徹底解説の方をやっていこうかなというふうに思っております。はい、結果なんですけども、4対1。4対1でジャイアンツが勝利をいたしました。よいしょ、よいしょ、よいしょというところでですね。非常に、前のカードのソフトバンクはですね、非常にまあ強敵だったっていうところもありますし、すごく打線がいい、チームだったので、なんか、どっからでも点取られそうやなとか思いましたけども、まあ今日はですね、まあ東郷投手が投げてるっていうのもありましたし、非常にね、守備のバックの人たちがね、いい守備をしてくれたっていうのもありまして、非常に引き締まった試合というか、いい点の取り方もできたし、いい守りもできたしっていうところで、非常にね、なんか、すごくね、見ててね、テレビ画面が見やすかったな、というふうに思っておりました。はい、じゃあね、今日のね、試合の一言目も言わさせてください。こちらです。守備の硬さが、素晴らしい。高橋、コーナー選手、投手の、制球難につけ込んだというところですね。まあ、まず守備の硬さというところなんですけども、まあ、丸選手の、ファインプレーから始まりまして、まあ、ヘルナンデス選手もね、ファインプレーライトでしましたし、やはり、相手のね、ライオンズもそうですけども、滝沢選手がね、ファインプレーしたりとか、非常にね、締まった試合というか、守備がね、バックが、よくね、守った試合かなというふうに思います。で、この高橋投手の制球難にというところなんですけども、まあ3回ね、ジャイアンツは2点取ったんですけども、非常にね、ストレートのコントロールが悪くなったんですよね。で、キャッチャーの古賀選手からしたら、ストレートこんだけ荒れてるし、じゃあ変化球でどうにか組み立てなあかんっていう風になるんですけども、その変化球もね、まあちょっとこううまくいかなかったりとか、打たれたりとかしまして、非常にこの、ジャイアンツからしたら非常にそういったところにつけ込んだという形になったんじゃないかなっていうふうに思います。じゃあね、今日の得点シーンをさらっと振り返っていきまして、右側でね、僕が気になったところを詳しく、楽しく、わかりやすく解説していきたいと思います。はい、じゃあね、今日はね、先制したのはね、ジャイアンツでした。で、3回表ですね、2アウト2塁から、吉川選手のね、ライトの2ベースで、先制点を挙げますと。で、なお、2アウト1、3塁から、坂本選手のね、センター前もありまして、この回一挙2点取りますと。で、4回表ですね、ノーアウト1、3塁から、立岡さんのね、軽打というかね、パチンと当てたような、レフト前ヒットがありまして、1点を追加。で、5回にもですね、ノーアウト2塁から、岡本選手、レフト前ヒットね、ちょっと詰まり気味ではあったんですけども、レフト前ヒットというところで、今日猛打賞かな？うん、状態で、ね、やっぱり、上げてきたなっていう感じは、非常にありますと。で、7回裏、先頭のね、中村選手、おかわりさんにね、ホームラン打たれましたというところですけども、まあ、ソロホームランでね、済んだんで1点だけというふうな形で、4対1というところでジャイアンツが今日勝利をしております。じゃあ、右側でね、僕が気になったところであったりとか、ここ、皆さん、プロの技です、みたいなところをね、わかりやすく、お話ししていきたいと思いますんで、こっから見てくださいよ。いきますよ。はい、まず1回裏なんですけども、これね、やはり、高橋投手と、戸郷投手というところで、両投手の非常にね、好投手がね、争うというところで、戦うというところで、やっぱりね、その初回とかはまだまだわからないわけですよね。そのところで、先頭の源田選手が、レフトフライを打ったんですけども、そこをね、丸選手はね、非常に難しい打球だと思います。左バッターの打球っていうのは、レフト線に切れていく打球なんですよ。だから、丸さんからすると、丸さんは右投げなんで、左手にグローブ持ってると思うんですけども、ラインがこっちにあったとしたら、こう、ラインにこう、ラインの外に逃げていくような打球になるんですよね。左バッターの打球っていうのは。それを、こう、左手をこっち逆側に伸ばして、こう、滑り込んで取ったというところで、非常にレフトからすると、非常に難しい打球ではあるんですけども、この先頭バッターの丸選手じゃない、源田選手をしっかり、
ファインプレーというところで打ち取れたっていうのは非常にね、今日、素晴らしい、入りになったんじゃないかなというふうに思います。で、ワンアウトから滝沢選手ね、左中間にね、三塁打打つんですよね。非常にナイスバッティングだったし、めちゃくちゃ足速いなと思いました。で、ワンアウト三塁から殿崎選手を、これピッチャーゴロに打ち取るんですけども、これピッチャーゴロでよかったなっていうふうに思います。なぜかというと、三塁でね、滝沢選手足速いと。で、戸郷投手も非常に好投手というところで、なかなか点が取れないだろうっていうところで、いわゆるギャンブルスタートというのをかけてくるんですよね。ギャンブルスタートってどういうことかっていうと、ランナー三塁の走者がですね、バッターがこう振りに行ってボールが当たった瞬間にゴーするサインのことをギャンブルスタートって言うんですけども、これですね、ピッチャーゴロ以外、例えばサードゴロ、ショートゴロ、セカンドゴロ、ファーストゴロだったら、おそらく、このね、滝沢選手の足であれば、おそらく1点入ってたと思うんですよね。ただこれ殿崎選手がピッチャーゴロを打ってしまったんで、ピッチャーゴロは距離が近いんで、さすがにギャンブルスタートしてもホーム間に合わないというか、アウトになっちゃうというところで、ここで、滝沢選手が挟まれて、粘るんですけども、まあ、二塁まで、行けたんですけども、これがもし、ピッチャーゴロ以外だったら、1点入ってたんだけど、ピッチャーゴロを打ってしまったというところで、1点も入らなかったっていうところですよね。で、この、2アウト2塁から中村選手が非常にいい打球のショートライナーですけども、まあ、泉口選手がいい、守備もしましたというところで、この回ね、せっかくワンアウト3塁というチャンスを作るんだけども、ライオンズからしたら、ギャンブルスタートっていうところもかけるんだけど、ピッチャーゴロを打ってしまってというところで、点が入らなかったという回になりますと。で、2回裏にはですね、2アウトから、2アウトランナーなしで、ヘルナンデス選手のね、ファインプレーもありました、ライトフライでね。で、ここですよね、3回表。はい。ワンアウトから丸選手が、ストレートのフォアボール。ストレートのフォアボールっていうのは、全部ボールで、4球とも全部ボールで、フォアボールになることを、ストレートのフォアボールってよく言うんですけど、で、ワンアウトから、フォアボールを選びますと。で、ワンアウト1塁で、ヘルナンデス選手がね、打席にいるときに、4球目ですね。丸選手が、まあ、いわゆる、まあ、これもギャンブルスタートっていうところなんですけど、ピッチャーがね、高橋投手がこう、セットしてるときに、もう前投げるやろと思って、バーンって走れるんですよ。そしたら、高橋投手がパーンと牽制したと。で、それで、まあ、結局挟まれてアウトになってしまうと。まあ、これの意図としては、おそらく、まあ、クセとかも見てたと思うんですよ。確か2球目ぐらいのやつも、スタートを切ろうとしてたような感じであったんで、多分測ってたと思うんですよね。で、もう投げてこないだろうと。もう前投げるやろうっていうタイミングで走ったんですけど、まあ、運よくね、運悪く牽制投げてきて、まあ、挟まれてしまったと。まあ、こういう時はまあ、あるんですけども、やはり少しね、雰囲気としては下がるところではあるんですけども、ここでね、しっかりヘルナンデス選手がね、これ、1打席目センター前打って、2打席目もね、これセンターオーバーというところで、やはり方向がいいなと。やっぱり、インサイドアウトもしっかりできてるし、方向がね、いい方向で打ててるんで、非常にナイスバッティングだなという思います。ここで、もしアウトになってたら、ちょっとね、雰囲気が悪くなるところなんですけども、ここでね、牽制アウトになったんだけど、そこでね、二塁打打ってくれたっていうところで、非常に、流れがね、まだジャイアンツにあるというところで、良かったと思います。で、これワンアウト二塁で、吉川選手はね、まあ、ストレートのフォアボール、全部、丸さんの時はね、ストレートでボールと。全部ストレートの、全部ストレートのフォアボールなんですよ。で、ヘルナンデス選手の時も、カットボール行って、そこからストレート3球なんですよね。で、それで打たれたんだ。で、小賀選手からしたらですね、ストレート、コントロール悪いし、今も打たれたし、じゃあちょっと変化球勝負でいかなあかんかなっていうところで、吉川選手の時にね、フォーク行って、スライダー行くんですけども、それがまた甘く入って、吉川選手が、タイムリーツーベースと。っていうところ。で、ワンアウト二塁から岡本選手のセカンドへの内野安打ありましたと。で、ワンアウト一三塁、これ初回にも、ツーアウト一三塁という場面で坂本選手来まして、まあその時はショートゴロだったんですけども、この二度目のね、一塁三塁という場面でですね、しっかりセンター前ヒットを打つというところで、さすが坂本勇人というところで、チャンス強いなと。得点圏もね、あまり打率上がってきてないんだけど、やっぱりこっからね、上げてきてくれるんじゃないかっていう打撃をしてくれました。はい。でですね、4回までね、次。はい。これね、ノーアウトランナーなしから先頭ですね、泉口選手はね、センターへのツーベース打つんですよね。150キロのボールだったんですけども、非常にね、高橋投手の力強いまっすぐをね、力強いスイングで捉えたっていうところで、ちょっとね、これ、門脇選手もうかうかしてられないんじゃないかなっていうふうに正直思いました。
はい。で、ノーアウト二塁。僕、ここがすごく大きかったと思うんですけども、岸田選手ね、結果、センター前ヒット打ったんですけども、これね、相手のバッテリーからするとですね、やっぱり、右方向に打たれたくないと、繋がれたくないっていう意識があったんで、非常にフォークボールを多投してね、どうにかこう、空振りであったりとか、打ったとしても、フォークボールで引っ掛けさせて、サードゴロ、ショートゴロを打たしたいっていう意図がね、すごく見えてたんですけども、そこをね、うまいこと球を引きつけて、右方向にファール打ったりとかしててね、結局最後も、ショートの、セカンドの後ろぐらいに、変化球だったと思うんですけども、打ってね、繋げたっていうところで、非常にね、こういうチームバッティングであったりとか、相手がね、やろうとしてることの、逆というかね、自分もキャッチャーなんでね、岸田選手もキャッチャーなんで、相手がやろうとしてきてることを逆にさせないっていうところの、いい打撃だったなというふうに思います。で、立岡さんがノーアウト一三塁で、ショートスイングというかね、パティーンとこう速いボールを、ショートスイングでいい感じで合わせまして、レフト前ヒットというところで、非常にね、いい攻撃だったんじゃないかなというふうに思います。で、次5回表ね、ここも、ここめっちゃいい攻撃だね。何回もいい攻撃って言ってるけど、ここめっちゃいい攻撃やったね。ノーアウトから先頭ね、吉川選手ライド前ヒット打つと。で、ノーアウト10位で岡本選手のバッターボックスの時に3球目、しかもしっかりフォークボールという球種の時に、吉川選手がスチールを決めますと。ランナー2塁になりますと。で、岡本選手がその後、レフト前のタイムリーで、吉川選手が帰ってきて1点というところで、あんだけジャイアンツ点取れへん時とかあったのに、こんだけ点取れる流れになったらすぐ取るから、やっぱ野球ってね、面白いなと思うし、やはりね、あれ、やっぱ打つべく、打ってくれる人というか、打たないといけない人がやっぱ打ち出すと、やはりこんだけ点が入るんだなというふうに改めて思いました。はい。でですね、次気になったところ、6回も、6回裏ですね。はい。ここですね、ワンアウトから佐藤選手がね、浮いたフォークボール、戸郷投手の浮いたフォークボールを、レフト線に、ツーベース打ちますと。で、ワンアウト二塁で、源田選手、ファーボール選びますと。ちょっとやばいですよね、この大会ね。で、ワンアウト一二塁で、滝田選手来ますと。で、まあ、初回にね、左中間にね、三塁で打たれてるわけなんでね、どうにかして抑えないといけない。で、そこで、やっぱりやられたくないのは、ライト前ヒットとか打たれて、こう、繋がれるのが一番嫌なんですよね。で、そこで、しっかり強いボールを、強いまっすぐを投げて、レフトフライに打ち取れたっていうのは僕非常に大きかったと思うし、この次のね、2アウト1、2塁で、これ、殿崎選手を空振り三振取ったんですけども、3ボール2ストライクからですね、3球ストレート行ったんですよね。インサイドのまっすぐ行って、インサイドのまっすぐ行って、外のまっすぐ行って、まっすぐを3球続けたんですよ。それがめちゃくちゃいい配球でした。やっぱり、戸郷投手がいいのって、フォークボールっていうのは絶対データに入ってるんで、そこで 3-2 から、フォークもあるかもしれない、フォークもあるかもしれないっていうふうに、戸崎投手は、選手はね、思っている中、インサイド行って、インサイドファールで、外行ってファールでっていうところで、最後、こんだけまっすぐを意識させて最後フォークボールっていうところだったんで、空振り三振したと思うんですよね。だから、やっぱり、データっていうのはパリーグでもセリーグでもありますから、絶対データ入れてくるんでね、バッターは。だからそこを裏手に取ってというか、裏書いて、まっすぐを意識させて、フォークボールっていう風な配球だったんで、僕、その先選手も三振したんじゃないかなっていうふうに思います。でですね、最後9回裏ですね、まあ、これ、ツーアウトランナーなしから、中村選手を空振り三振取った場面なんですけども、なんでこんな場面、最後の場面を挙げたのかっていう、言うとですね、今日ね、戸郷投手から、ストレートをね、中村選手がホームラン打ってるんですよ。で、実際今日の打席の内容もですね、ショートライナーであったりとか、サードフライであったりとか、結構ね、状態は良かったんですよ。合ってる感じはあったんですよ。でね、そのまっすぐ、戸郷投手のまっすぐを完璧にホームランしましたと。で、この9回裏は西田投手が投げてたんだけど、ここでですね、全球まっすぐ行ったんですよね。4球とも全部まっすぐ。で、中村選手からしたら、自分やっぱり、ホームラン打ってるから、ストレート、ホームラン、戸郷投手のまっすぐホームラン打ってるから、もう変化球来るやろと。俺にまっすぐ来んやろって思ってる中、西田投手のね、力強いまっすぐ4球ともバーン行くんですよ。で、それで、中村選手はもう変化球くれやろ、もう変化球くれやろというところで、最後153か4ぐらいのボールで三振したんですけど、やはりこういう配球がめっちゃ次の2戦目3戦目に効いてくるんですよ。どういうことかっていうと、やはり、このバッテリーは打たれたら次の、違う、
球種で来るんだとか、バッターに思わすと、やはり次それ狙ってくるんですよ。だけど、打たれたけど、これまっすぐで、ギャン押しで三振取れたっていうことで、中村選手からしたら、明日以降の配球もわからなくなってくるんですよ。わかります?だから、自分が打った球でも、どんどん攻めてくるから、張りにくくなるんですよね。だから、そういったところを、岸田選手は考えて、多分、まあ、点差もあって、もしホームラン打たれても、まあ、1点だけなんでね。まだ、点差はあるから大丈夫っていうところで、多分したと思うんですけども、こういう、2戦目、3戦目にも繋がるようなね、配球をしっかり、相手にね、特に中心人物というか、中心打者にしてるっていうところが非常にね、いいところだなというふうに思いましたし、中村選手からしてもね、明日からのこの配球というか、組み立てっていうところが読みづらくなるので、結果的にね、それで次の日抑えたりとか、できるかもしれないんで、そういったなんかその伏線を張るみたいなところは、非常にね、岸田選手最近多く試合出てるので、そういったこともね、でき始めてるんじゃないかなっていうふうに僕思いました。はい、そんな感じでね、今日はすごく気持ちいい勝利でしたけども、やはりね、ソフトバンクの2戦目のあのサヨナラホームランからやっぱりこうチームの流れがねこう乗ってきてる感じはあるんで、この勢いのままにね、西武にもね勝ち越しを決めて、本当にねこの感じいったら本当ね優勝争いとか交流戦の優勝争いとかも、できてくるのかなというふうに思うので、ぜひねまあセリーグはですね団子状態というかゲーム差がギュッと詰まってる状態なんで、この交流戦で調子が良ければね、一気にこう、トップに踊り出すみたいな、1位になるみたいなところもあるかなというふうに思いますので、明日以降もね、しっかりと応援していきたいなというふうに思っております。はい、そんな感じで今日は終わってきます。いつもありがとうございます。これからもどうぞよろしくお願いします。そんな感じで今日は終わってきます。じゃあね、バイバイ。